音出てなかった、みんなごめん、みんなごめんなさい、音出てなかった、そうミュートになってた、ごめんなさい、ごめんね、バグじゃないんだ。来ました、先にワインでございます。ワイン、あ、お先に、あ、お先じゃない、先に早まったか、理由早っ、いい肉をいいうちに食べなきゃいけなくて予定より早まってしまいました、すいません。ライスでございます。お飲み物、こちらワインではなくファンタです。そしてライス、あ、先に一切れみんなの前で食べて、オッケー、ナイフとフォーク持ってきます。おい、で8時から8時で期待してた人がいるからもう一切れ、8時からね持っていきます、はい、やばい、香りが素晴らしいわ。失礼いたします。ご覧になる、ご覧になりますか、見てください、松坂牛でございますわよ。あ、香りが素晴らしい。あ、こちらポテトサラダ、もうとても美味しそう。わあ、ぬくもりを感じる。とても熱い。美味しそう。今日はライスもございますので、ライスとご一緒にいただきます。でもまだフォークとナイフがないので、ちょっとまたいただけません。じゃあ先に乾杯しましょうかね、ちょっとのおのどが渇いてきちゃったので。じゃあ乾杯しましょう。せーの、乾杯、いただきます。リップついたらどうしよう。しないといけないから、ここにエプロンつけますわ。では合唱、ちゃんとナイフとフォークございます。では一切れいただきます。どうやって食べようかちょっと困りますね、すいません。わ、素晴らしい。お、意外とちょっと歯が通らないか。あ、通りました。あー、あー美味しそう。では、いただきます。いただいてよろしいでしょうか。いただきます。やばい、おいしい、めっちゃ柔らかい。おいしい、めっちゃ柔らかくて本当に肉汁素晴らしい。おいしいございますわ。じゃあちょっとライスもいただきます。
美味しいでございます。ニンニクとご一緒に。じゃあちょっと控えましょう。じゃあ、する。する。あともう一人。今食べるのはこれだけで。ああ。8時過ぎたらで、あと食べる。うん。今はこの一切れで終わりです。お嬢さん、はい、すいませんでございますの。あーわー、お嬢さん、はい、すいませんでした。では最後の一切れいただきます。焼き方はミディアムです。とても美味しい。でございます。どれがいい食べてるの、これ。じゃあファンタまたいただきますね。これ、うん、はい、すいません目がかゆいです。ありがとうございますの。これは8時ですよね。はい、8時になったら終わりするね。はい、じゃあちょっとポテサラとご飯だけ書いて、書いてじゃない、間違えました、すいません。ポテサラって言うと安くなる。あ、すいません。ポテトサラデュを食べて、ポテトサラデュとライスだけいただいて、8時になってからまたお肉を食べたいと。あともう一切れのお肉を食べたいと思います。する。うん、美味しいでございます。する。確かに冷めるかもしれない。ポテサラがいっちゃん美味しいわ。あ、いっちゃんじゃない、ごめんなさい、あのサラダの中でっていうことなんですけど。
も私が間違えてっていうか遅めにしちゃったから、8時に予約しちゃったから8時に食べないと見れなかった方もいるから、見逃し配信とかしてないので、だから8時に食べます、どんなに冷めてても。手に入れたお肉でございます、皆様のおかげで。止まってた、ごめんなさい。皆様のおかげで手に入れた松阪牛でございます、ショールームのイベントで。戻った。ループ、なんかループしてるって聞いたんだけど。戻った？よかった。なんか今大事なこと言ってたのに、いつもその時だけさループするんだよね。私のこと嫌いなのかな。ちょっともう一回言いますと、この松阪牛はこのショールームのイベントで手に入れたお肉でございます。皆様のおかげです、ありがとうございます。とても美味しいです。なるほど、ありがとうございます、教えてくださり。テロップの感じが違ってた多分。これでいいはず。サオちゃんの肉になってた。すいませんでした。ご飯だけでも美味しい。お肉焼いたの？
家族にあげたよ。私二切れしか食べない。さっき見せたお肉たちは回収されました。え、ステーキはさっき1枚食べたから今ここにもう1枚ある。一切れ？ううん、昨日のグミ全部食べてないよ。今フォークで食べてるからめっちゃすくいづらい。豚の角煮美味しいじゃん。ではまたファンタをいただきます。いただきます。合ってる。やばい、執事を呼ばなければいけない。なくなってしまいました。呼びましょう。執事。
ちょっと早速ですがいただきます。喉が渇きすぎてちょっと。さっきよりも強いわさっきよりもでもなんか刺激が強い気がする。一気に飲んだからでしょうか。アルコール度数が増えたのかなって。あー多分そうそうなのそうなのかな。うん、いや私は酔いに強いので酔ってません。いいえ気のせいでございます。顔が赤くなってきたのは多分チークだと思われます。一旦ナプキンをナプキンを取ってナプキン。本当に美味しい。皆さん8時になったら教えてくださいね。まあ姉が間違えました、執事が教えてくれますけど。いいですよ髪型やってもらいました。見ましたか。可愛いでしょ。そうリボンもついてるんですよ。とてもお嬢様らしく知ってもらいました。お嬢様でとお願いしましたのでお嬢様に。こうしよう。これで見えたか。お嬢様な感じにしてくださいました。嬉しいでございます。ありがとうございます皆様。お嬢様はおねんねのお時間は特に決まってないんですよね。はい、門限と言いますか、なんと言いますか、なん、まあ、特におねんねのお時間は決まっておりません。ガラスのお靴はどうでしょう。私意外と足の大きさがでかいのでちょっとガラスのお靴は入らないかもしれない。あ、そうですね、明日の朝早いですね。じゃあちょっと今日は早めに
おねんねしようかなと。大きいですよ。あ、すいません、すいませんでした。大きい、すいません。まだお嬢様初心者でございまして、すいませぬ。素晴らしい。私の靴の大きさ分かっていらっしゃる。そう、私 24.5 でございます。素晴らしい皆様。あ、そうなんですか。痛い痛い、当たりました。でも私、みんな皆さんと比べると本当に私腰でかいんですよね、お靴のサイズが。素晴らしい。いつかの時のために記録してある。やりますわね。え、嘘でしょ。すいませんでした。大きい、すいません。でかいなんて言葉は使いません。すいません、失礼いたしました。ございます。後ほどかぼちゃの馬車ですね。はい、ありがとうございます。あ、私小さいでございましたか。ならちょっと嬉しいでございます。あ、お菓子の、お菓子もご用意しておるんですね。あ、やだ、ありがとうございます。素晴らしい。お嬢様怒りますよ、そんなことを言うと。お嬢様今ちょっとカチンときましたよ。お嬢様お腹空いたってございますか。うん、ちょっと それはちょっと難しいです。お嬢様何も今食べ物持っていません。あ、持っていますけど、これはちょっと8時の分で残しておりますので、ちょっとこれは私のご飯、お食事、お食事でございます。あ、あと5分で8時になるのですね。ありがとうございます、教えてくださって。あ、そうですね、あと5分で食べれますね。嬉しいでございます。はい、承知いたしました。はい、我慢できます。私は小さい頃から我慢ができるので、はい、大丈夫でございます。お姉様やお母様、あ、母や父の分も ありますので、はい、大丈夫でございます。
一番我慢したことですか？ちょっと記憶にございませんね。私の記憶がちょっとパッとは思いつきません。でもこの間私の姉が、私がですね、スクールに通っている時に勝手にみんなのお菓子を食べてしまったっていう、ちょっと姉がひどいことをしておりまして、私は取っといておいてたんですよ、そのお菓子を。ちょっと悲しかったでございます。そうなんですよ、お姉様が食べてしまったんですよ、私が食べたかったお菓子を、ずっと我慢してたお菓子を食べてたんですよ。ちょっと悲しかったでございます。ピーマンでございますね。そうなんですよ、私の姉はですね、本当に我慢ができないんですよね。なので私の方が大人かと思われます。そうなんですよ、私の姉本当に我慢できなくて、ちょっとどうしたらいいのでしょうか。本当にしつけが、そうですね、必要なんですよね。はい、よろしくお願いします。姉を、これでしょうか。ビンタも素晴らしい。普段からそうですね、待てとか、そう、そんな、やっぱりしつけが大事ですよね。7時59分ですございますね。じゃああと1分ぐらいでいただけるということですね。ちょっと待ってます。お肉を中央に寄せて待ってます。私は我慢ができるので、ちゃんと8時になるまで私は守ります。8時になりました。7時、どうなさいましたでしょうか。めー、大丈夫でしょうか。めー、いります。めー、お待たせいたしました。ちょっとお腹がいっぱいになって、あ、めやばい、しし羊様がおられました。それでは最後の一切れいただきたいと思います。ファント飲んでいい？どうぞお飲みくださいませ。ねえ、ね、失礼しました。はい、本
とはフォークはこちらで持ってない方をこちらで切らなければいけないのですが、確かそうでございました。いただきます。美味しいでございます。すいませんでした。美味しいでございます。いただけて、本当にこのお肉いただけて感謝感激でございます。こちらの味付けと言いますでしょうか、何もかけないで塩コショウで味付けをしております。とても美味しいでございます。ライスが食べたくなってきますね。いります。ライスをください。でもあともう一口で終わってしまいます。ちょっと待ちます。私は我慢ができる子なので。ではまたお飲み物をいただきます。ファンタをいただきます。炭酸飲料です。それはなんと困りますでございます。ループ中は困ります。めめ先ほどとは違うお通りでございます。はい、すいません。呼んだのですがまた戻っていきました。あ、
めい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 青いが限界だわ。お嬢様、つぼにはまりましたでございます。めめ皆様を勘違いさせるようなことを、ね、あの執事様が考えていまして、いや、ママです。ループしよう。母上です。母上がループめループしたみたいにしようっていう考えてループを今してました。めえめ初見さん、ありがとうございます。めえ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 、はい、ライスです。ありがとうございます。めめでは最後の一口切れいただきます。ちょっと羊さん変わった方ですね。まさに羊みたい。言っていらおらちゃうの？これがケチャップなんかに入れません。これはライスの器でございます。デザートはあるのかないのかわかりませんが、でもデザートを食べてしまうと危険です。私今ダイエットをしておりますので、じゃあ今日は頑張って食べましょう。
いただきます。別腹ですよね。そうです、別腹です。それではデザートいただきます。それでは執事を呼びましょう。いただきます。でございますか。デザートでございます。スコップ。ちょっとこんなには食べれませんね。あ、デザートでございます。お下げいたします。あのこんなにたくさん食べれません、ね。失礼いたしました。めい。急にこんな器にどうされたのでしょうか。しかもこのようなスプーンはふさわしくありません。いただきます。おいしいです。私の大好きなミックスゼリーでございます。このようなお皿にしたのでしょうか。お椀でございますね、これは。こちらは お嬢様用の器でございますか。お汁粉用で、なるほどですね。これは何で作られておられるのでしょうか。ありがとうございます。とても親切なお方。漆塗りでございますね。
無意識に全部食べてしまいそう。さすがに全部は食べれませんので、残すのは許されませんですか。残してもよろしいですか。食べるとちょっと結構くるので、ちょっとゼリーのみを食べたいと思います。承知いたしました。ではちょっときついのでやめましょう。でも意外と生理って重いものになるんですね。羊を言います。みーとても早い。食べます。みーここで食べてやる。生理だけちょっといただいてもいいですか。いいっすか。また。みかん好きじゃない。すみません。みかん食べればよかったです。ついでございますか。みかん。あ、みかん。みかんがお嫌いなんですね。羊はみかん食べれないのですね。最後は味噌汁。味噌汁みたいに食べないでください。ありがとうございます。助かりました。めえありがとうございます。羊が美味しくいただきました。ありがとうございます。バイバイ。羊のおかげで助かりました。ありがとうございます。ぜひ草お願いします。羊さんのご飯もぜひ。ありがとうございます。喜びますね。草を持っていただけるととても。
お嬢様、今日は何時までしましょうか。ちょっとまだ決まっておりません。今は何時でございます。今日はじゃあ9時までにします。8時22分。なるほど、ありがとうございます。9時までしますね。そうなんです、明日オフラインのおしゃべり会がございます。明日来てくださる方いますか。明日は猫ちゃんだよ。明日皆さん来られない方が多いのでしょうか。あ、嬉しいでございます。明日猫に変身でございます。はい、お嬢様猫になられます。なられるんですよ。会いに行けないのですね。そうですか、残念ですが、また待ってますね。まあ明日待ってます。仕事のエール、はい、かしこまりました。いきます。お仕事、お仕事頑張ってね。ファイト、ございます。24時間働けるんですね。毎日お休みなのですね。とっても羨ましいでございます。私も毎日が休みであってほしいです。休みが必要でございます。人間は休み羨ましいでございますよ。お嬢様、明日になると確か設定が変わると思われます。通常の方に戻られるかと思われます。配信が終わったらさあ どうなるのかと、
なぜ今日お嬢様しようかと言いますと、今日は松中牛をいただいたので、そのお肉に合わせてちょっとお嬢様みたいな感じして、お嬢様みたいな感じにしていただお肉をいただこうかなと思いまして、今日はお嬢様気分です。あ、よろしいですよ。もう一度リボン、こちらの、リボンでございますか。全然いいでございますよ。見せればいいのですね。じゃあ見せますね。またなんか見飽きた方は申し訳ございません。リクエストにお答えするのが私ですか。でしょうか。ありがとうございます。そう言っていただけてとても嬉しいでございます。ありがとうございます。そうですよね、この編み込みがとても可愛らしいですわよね。まあ今日の髪型は私リクエストでもございました。いいえ、今日はさっきの羊さんではなく、私のヘアメイク様が言っていただきました。今日はハーフアップに、ハーフアップでお願いしますとお願いをしました。そして編み込みもお願いしました。そうなんですよ、私ヘアメイクさんがいらっしゃいます。ありがとうございます。そして髪の毛もお嬢様みたいな感じに巻いてくださり、とても嬉しいでございます。とても可愛らしく巻いていただきました。とても可愛らしいでございます。私嬉しいです。言うことを聞いてくれません。大丈夫です。
人が舐めていても気にしません。ありがとうございます。今日でお嬢様が終わってしまうのはとても悲しいことですが、皆さん今日はありがとうございました。今日はですね、ちゃんとメイクもしておりますので、いつもよりは可愛いかと思われます。可愛いと言いますが、出来上がってると言いますか、可愛いとは言わないんですけど、出来上がってると思います。いつもよりは。そうですね、ビスどうしましょう。この感じを続けるとちょっと私もさすがに日常生活がおかしくなりそうなので、さすがにこのままでは無理そうではございますが、ですが清楚系に行きたいと思います。そろそろギブアップが来てしまいます。あと25分残っておるのですね。頑張ります。私はまだお嬢様プリンセスでございます。私は小さな頃からプリンセスに憧れておりましたので、その夢を叶えれるように頑張ります。あ、ビスのイベントは19日からでございます。ぜひまたそちらの方もよろしくお願いします。ちょっと こちら痒くなってきました。すいません。痒いでございます。今日の金曜ロードショー、あ、今日は金曜日でございますね。確か。すいません、ちょっと今日の金曜ロードショー当てるので、皆さんあのお口チャックでお願いします。出てきました。確か間違ってたらとてもお恥ずかしいことなんですか。確か
すいません、ちょっと羊さんがやっぱり羊さんってさ我慢できないからちょっと先に答えを言っちゃうのですよね。ちょっと今羊さんから答えを言われてしまいました。やっぱり我慢ができないのでしょうね。本当にちょっともうちょっとしつけが本当に必要かと。本当に困った羊です。今のコメント皆さん拝見いたしましたか？とても気色悪いでございます。よくないですよね。よくない羊さんですね。すいません、皆様がつられてます。皆さんダメです。皆さんはもう釣られないでください。ダメですよ、ダメ。皆さん羊協会にダメです。ダメでございます。やばいことになっており終わります。これやばいことに大変でございます。大変なことに。困りました。こちらはちょっと困ります。このあ急に犬が出てきましたね。おお皆さんちょっとだ大丈夫でございますでしょうか。皆様大丈夫ですございますか。とても関係ないものが入っておりますが、皆さんもうよろしいですよ。もうよろしいです。もうよろしいですよ。そうです、他のお客様が釣られております ですね。皆さん大丈夫ですか。あ、急にアンポンタン登場しました。恥ずかしくて言えるわけないで言いませんぬ、私はお嬢様言いません。お口チャック
じゃあ言いますね。今日予想していた金曜ロードショーはトイストーリーを予想しておりました。私確かトイストーリーって言ってた気がしたんですよ。ですが俺でした。そうだったんですね。あ、すいません、こちらお口チャックでございましたか。お口チャックでございます。すいませんでございました。お嬢様何でも口にしてしまいますので、お口チャックで、はい、すいませんでございました。そうですね、おもちゃのお話でございますね。おもちゃのお話は先週でしたか、先週でございましたか。1週間過ぎるの早いでございますね。とてもとても肩がおかゆいでございます。わあ素晴らしい、とても見てみたいでございます。5楽しみにしておりますね。5が公開される日をとても大好きなので。お嬢様そろそろお眠いになってきましたね。ちょっと 目の開きが遅くなってきました。この光に照らされてちょっと目が疲れましたでございます。ちなみに今お時間何時でござい何分でございますでしょうか。44分でございますか。全然まだまだですね。お嬢様今日はカラコン間違えました、コンタクトでした。カラコン間違えない、もう頭が回っておりません。コンタクト押しておりませんので、では先にスクショタイムをしましょう。頭を休めた方がよろしいでございます。スクショタイムをしたいと思います。指ハート、オッケー。羊ポンスって何でございますか。羊、松坂牛ポーズ、
ちょっとわかりません。あ、これですか。こちらでよろしいでございますか。皆様ポーズが分かりませんね。もうちょっとポーズを学習しなければいけませんね。欲しいですよ。オッケーでございますでしょうか。かゆい、とてもかゆい。編み込みちょい見せで、編み込みちょい見せのポーズ、よろしいでございますか。髪の毛が結べました。結んだ方が可愛かったかもしれません。してる私も会員でございますよね。そう言っていただけるととっても嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいでございます。そう言っていただけるととても嬉しいでございます。お嬢様、写真集は分かりませんですね。何年後になるか。明日会えるのを待っております。待ってます、待ってますから、明日お会いしましょうね。
の考え素敵でございます。写真集お嬢様本当に光がとても眩しくて眠たくなってきました。これはこちら目に優しいでございますね。でもちょっと疲れるかもしれません。こちらはとても疲れます。なんと言いますでしょうか、とても白と言いますか、私はこちらのライトがとてもいいでございます。ライトがないとこんな感じでございます。とても目に優しいでございますね。でもちゃんとライトはつけます。神々しい。首が出ました。今頭が眠っています。このポーズが大好きでございますでしょうか。頭がもう眠っております。太陽の光を そうですね、夜明けに日が差し込むポーズでございます。もうちょっとファイティンでございますね。ファイティンします。ファイティンです。あ、やばい。髪型がとてもくず、今こちらだけとてもおはげになってしまいました。なんかとてもかゆくて、なんかボツボツできてるので、なんかポツポツできてます。できものがなんかできてます。かぶれましたですね。お嬢様アレルギーかもしれません。でもなんか違和感がございます。お嬢様アレルギーが発動してしまいました。大変なことです。悪化する前に本当に
今ここがとてもかゆがゆしい。お嬢様アレルギーがやばいでございます。もう全身が痒くなってきました。男女を読みたいと思います。57分に なりましたので、それでは男女を読みます。13位、五代優作さん、ありがとうございます。12位、くんちゃん、ありがとうございます。11位、カツサンドさん、ありがとうございます。10位、まこちゃさん、ありがとうございます。9位、村上さとしさん、ありがとうございます。8位、りゅうまさん、ありがとうございます。7位、ビッグラブ子さん、ありがとうございます。6位、竹蔵さん、ありがとうございます。5位、チョコレモンさん、ありがとうございます。4位、ジンさん、ありがとうございます。3位、わたちゃん、ありがとうございます。2位、まさぼうさん、ありがとうございます。そして1位、めぐねさん、ありがとうございます。皆様ありがとうございました。もうとてもアレルギーがひどいでございます、先ほどから。皆様最後まで見てくださりありがとうございます。かゆさが顔にも出てきました。でもかゆいで、皆様ありがとうございました。それではまた明日おしゃべり会で待っております。明日の配信は朝か夜どっちかでございます。待っててください。朝か、ちょっと分かりません。ありがとうございましたでございます。おやすみなさーい。